はい、ではは皆さんこんこにちは、えー、北海学学園大学の内田と申します、えー、本来でしたら新しくできた朝水公民館の代官室で皆さんと直接お会いして、えー、お話をさせていただきたかったのですが、まあ、コロナ禍ということでさらに、えー、緊急事態宣言が出てしまいまして、えー、皆さんとお会いできることができなくなってしまいました、えー、しかし、まあ、このような形で、えー、直接ではありませんけれども あの皆さんにお話をさせていただく機会ができてあのとてもうれしく思っています、えー、また、えー、本来でしたら会場には、えー、昔から知っている懐かしい皆さんがいっぱいお越しいただけたというふうに思いますが、えー、その時にはですね本当は皆さんに「ただいま」と言ってあのお話を始めたいなというふうに思っていました、えー、まあそんなことを思いながら、えー、このビデオになりますかね で皆さんに朝みぞ公民館の創立70周年記念事業の記念公演ということでお話をさせていただきたいというふうに思います。それではあの早速資料の方を見ていただくように入れ替えたいと思います。えー、っと今日はですね一応浅みぞ公民館の70周年ということです。まあ70年前にこの中に参加見ている方の中にも70年前公民館できた時のこと知ってるよ。 といいいいう方もいっぱいいると思いますで、えー、まあもちろん知らない人もいてこの新しい、えー、公民館ができてから朝水公民館に関わっているという方もいると思いますがこの70年公民館というものは一体どんなもので、えー、この中で地域の人たちが、えー、どんな活動をしていったら、えー、公民館の本来の姿なのだろうかということをですね是非皆さんに考えていただきたいなと。 いいうふうふに思ってて話をさせていただきますそれでは、えー、まず初めにということで、えー、私のことを知らない人もいっぱいいますので、えー、私のプロフィールをお,お話しさせていただきます、えー、左側にあのちょっと写真がなんか若者の写真があ,ありますが実はこれ私の30年前の写真です、えー、公民官報朝見ぞっていうのは今も出ている 発行されていると思いますが、その79号、1991年の1月30日の発行だと思いますが、その時にですね、まあ、職員紹介というコーナーを毎,週毎回、えー、漢方に載せていましたが、その最終回というふうになってますね、えー。私はですね、歩く社会教育というふうに当時言われてたんですかね、えー、当時30歳でした。まああー 朝溝で、えー、5年目ということで、まあ、まだフレッシュ版ですというふうに、えー、自己紹介をしていますが、えー、右側にその私のプロフィールが書かれていますが、まあ、30年前に30歳ということですので、えー、昨年、えー、還暦を迎えました、えー、大学を卒業した後に、えー、すぐ相模原市役所に、えー、就職して橋本公民館で3年朝溝公民館で5年 社会教師として勤務して地域の皆さんと一緒に学ばさせていただいていました。思いがありまして91年の4月にふるさとである北海道の北海道大学の大学院に進学しましてそこで博士課程まで行ってその後短期大学や北海道教育大学での教員を経て2008年 に現在の北海学研大学に移りました。専門は社会教育学、そして地域社会学を担当しています。で今日の話はですねこの後四4つの話をしたいというふうに思っています。一つはなぜ今公民館なのかと。まあ、公民館を今注目する理由は何なのか。まあ、全国的にも 世界的にもです、ね、公民館が注目されているのではないか、その理由は何かということを最初に話をさせていただきます。2つ目は、あ、今日の、まあ、メインかもしれませんが、公民館ってそもそも何だろうかという公民館活動、公民館の原理原則について、2つ目に話をしたいと思います。そして、えー、3つ目は、えー、私が先ほど自己紹介の中で言いましたように、橋本で3年、浅溝で5年、 えー、8年間相模原市の公民館で勤務してきた、その私が関わってきた公民館実践について、えー、そこから学んだこと、現在でも通,通用すること、そういったことを皆さんにお伝えしたいということで、私の公民館実践ということで、3つ目をお話したいと思います。そして、えー、4つ目は、えー、これからの公民館への期待ということで。 まさに、えー、2021年、えー、以降ですね、これから公民館ってどんなふうに考えていったらいいんだろうか、これからも公民館って必要なんだろうか、もちろん必要なわけですが、そのことについて少し、えー、話をしていきたいと思います、まあ。その4つについてお話しできればいいのかなというふうに思います。まあ、1時間ぐらいということで、えー、本来でしたらその後皆さんから質疑、 を受けてですね中身をふけめ深められればいいのですが、えー、こういう形ですので、ぜひ、えー、と何かあ疑問点やあ聞きたいことがあれば、またご連絡いただければというふうに思います。それでは、えー、まず最初の1番目のお話に入ります。なぜ今、公民館なのかということです。公民館をお、まあ、再確認、再認識、 させられたのはですね、えー、まあ近いところでは2011年3月17日の東日本大震災もう10年経つんですねあっという間ですが10年前もう10年も経ってしまったというのはなんかついこの間のような気がしますが、えー、この震災の時にはですね地震だけではなくて、えー、津波も起こりましたまた原発の事故もありました したがっって多くの方が避難をしななけければいけなかったそういう中で、まあ、避難所として公民館が使われてその公民館が、まあ、避難所だったところはその前から地域の人たちが、まあ、公民館活動に関わっていて公民館の職員さんと顔見知りであり、えー、頼りにされていたそういう中で、えー、避難所に、えー、町が指定していた中学校などに行くよりも 避難所に指定されていなかった公民館、そこへまあ集まった人たちが、どれだけ公民館の職員や公民館のおをベースにしたあ地域のつながり、関係にこう励まされて、えー、いたのか、まあ、そんなことがこの新聞記事に載っていましたので、まあ、そういったところでこう災害があ起こった中で、えー、公民館が、まあの存在が非常にこう見直されている、今もそうだと思います。 それがまず第一点です。第二点は、まあ、相模原は、まあ、人口も今、まだ増えているのだろうと思いますが、私は今、北海道に住んでいて、もうどんどん人口があ減り続けている、まあ、札幌はもちろん大都市で人口、まだ増えていますけれども、札幌以外のほとんどの町がですね、人口がどんどん減少し、まあ、縮小社会というふうに言われている。 まあそういう中で、えー、地域にあ、えー、ったものはこうどんどんなくなっていく、学校がなくなっていく、病院がなくなっていく、えー、商店などの必要なあ生活物資を買う場所がなくなっていく、役所がなくなっていく、まあ、そういう中で、どう地域の人たちがあそこでの生活をまあ維持していったらいいのか。 そういうことがまあ注目されていて、ですねその地域の課題解決のためには、地域運営組織が必要だ、まあそこに注目したあ国の有識者会議の中で、まああ、小さな拠点っていうものをに注目していこうというのが、ここ数年の中で、えー、言われてきたものです。実はこの小さな拠点が、まあ、公民館とつながっていくわけですが。 後ほどそのことについてはあの、詳しく説明したいと思います。そんなことを考えるとですね、えー、縮小するこの地域社会っていうのを、もう一つこうきちっと捉えていかなきゃいけないのではないかということで、まあ、あの私のもう一,一つの専門である地域社会学の分野で、この縮小社会というものをどのように位置づけているか、そのことを図,形に,図にしたのはこの 図でありますが、まあ、人口が減少していく当たり前で人口が減少すると、上の方を見ていただいて、ですね人口減少はその経済活動を縮小させるのかという問いに対しては、人口が減少するってことは、労働力、人口が減少するわけで、そのことによって生産力も減少する。したがって、それはこの縮小化している地域社会に影響を与えている。 まあこれはあのいや普通に考えて当たり前の話なんですね。ところが次の話はなかなかえピンとこない話かもしれません。人口減少は行政活動を縮小させるのかというふうに書いてあってですね、えー、人口減少するわけですから、あ自治体に入ってくる収入、公的財源はまあ縮小していく当たり前ですね。じゃあ、財源が減ったんだから、そこで役所が行う,う行政サービスは。 小さくなっていくんじゃないのって普通考えるわけですが、ところが行政サービス、公共のサービスの需要っていうのは拡大するんだ。これどういうことかって言いますと、例えばですね、ある集落があって、そこにまあ100人、200人の人が住んでいた。その集落へ町の中心部から行くために道路が走っていて、そこに橋もかかっていて、そこには水道管や、えー、ガス管や 下水道管がその集落につながっていたところが人口が減少して、えー、日が経っていくとその地域は100人が10人になってしまったしかし10人の人はそこで暮らしているそのためには道路が壊れたら修繕しなきゃいけない橋が壊れたら直さなきゃいけない水道管をが壊れたら直さなきゃいけない それを公的サービスとして、公共サービスとしてやるのか、今まで100人の集落のためにやってきたこと、100人から税収が入ってきたはずなのに、10人になってしまった。同じサービスをするのか、もし同じサービスをするならば、拡大していくわけですよね。じゃあそれを減らすのか、減らしてやらないのか、じゃあ10人の人はそこで暮らしていかないじゃないか。じゃあこの10人をコンパクトシティとして、 地域のど真ん中に移転させるのがいいのかなどなど皆さんで考えないとこの人口減少による行政活動の縮小化っていうのは、えー、上のですね、えー、労働人口の減少が生産力を減少するというのとは違う逆のお発想をしていかなきゃいけないわけですからそういうことを地域でどうしようかというふうに考えなければいけないのではないかと。 いうことです、まあ、この話っていうのは、えー、つい、えー、昨年でしたかね北海道内の小さな自治体の議会議員さんの研修会に呼ばれた時にお話してそのことを皆さんは決断しなきゃいけないんですよあの地域の公共事業もやらないサービスをやめるっていう選択も皆さんはしなきゃいけないんですよできますかなんていう話をあのしたことがありますがまあ 厳しいいい問題だとううふうに思いますこういう形で縮小社会を捉える視点を実は持たなきゃいけない。じゃあこの分の公共サービスが増えた分でも財源がない分誰がやるんだということを考えていかなきゃいけないわけですね。そうしたときに先ほどの地域運営組織の有識者会議の座長をしていた。 小田切、えー、徳美さんがですねこんなことをガバナンスという雑誌に、えー、書いています、えー。地域運営組織が活発なところを見ていると、公民館活動が活発なところと一致することが分かった、うん,んと。で、公民館活動の活発なところは、多世代のネットワークがあり、決してリーダーはボス型にはならないし、世代交代もスムーズにできる、社会教育主義を経験していると、地域の実態を知るだけでなく、 多様な世代のネットワークと付き合いができ,できやすいこのような職員は地域運営組織のあるべき姿も語れるかもしれない今回の地域運営組織の動きは社会教育についてもう一度光を当てることになるのではないかまさに公民館、社会教育が今注目されているもう一つの視点はこの人口縮小,縮小社会においてですね地域でどう人々が暮らしを 維持していくのかそこに社会教育公民館が有効だということだというふうに思いますもう一つは、えー、京都大学の物富徹さんこの方経済学者です実は私北海学園大学の経済学部にあの所属しておりまして、えー、先ほど社会教育だけじゃなくて地域社会学もやっているっていうのは 経済学部の専門科目の地域社会論という授業をもう13年経験していてですね、まあ、経済学部の学生にまちづくりの話をしているんですねその中で実は重要なのは公民館なんだっていうふうに言いたいんだけどなかなか言えずにいたんですがこの本,本富さんという経済学者はですね、えー、一昨年出た中高新書の中で素晴らしいことを言ってくれたのであの まあそれをここに載せてあるわけですが、まあ、あの公民館で全国で有名なあー飯田市の事例をですねこの、えー、人口減少時代の都市政治せい、えー、成熟型のまちづくりへという本の中で取り上げてですねキーワードは学習だという話をするんですが、まあ、飯田市とはご存知のように、えー、10万人ぐらいの町ですがあ全市で今20館ほどの地区間、 地区公民館があってその下にさらに103の文館があるんですね。この文館の方は地域の自治組織で行っている自治公民館ですが地区公民館はあ市が直営しています。でそこに常駐の公民館主事が1人配置されていてあとは地域組織と一体化していますがこの公民館主事っていうのはあ若い職員でだいたい20代後半から30代前半の方がですね <laughs> 5年から8年ぐらい、公民館に、まあ、勤務して、その後市役所の本庁に戻り、えー、企画や政策の立案を行う。でそこで <coughs> 住民参加のお課題解決法をお、公民館で学んできた住民参加の課題解決法を習得し、それを役場の中で、役所の中で、まあ、培っていく。そのネットワークを広げていく。えー、私が知っている限りでは、主治会法という。う えー、ニュースをですね、ニュース機関紙を作って役場の中にいる、うん、何百人という、もうすでに、えー、何百人という人が公民館経験者なんですが、その人たちのニュースとして、えー、情報交換をしているというのを数年前に調査で行ったときに聞いていますが、まさにこの力が、えー、住民自治を人工的政策的に関与する、そういう、えー、仕組みとしてうまく機能している。えー、このために えー、社会教育や公民館が重要なんだといいう主張をされています、えー、このことも縮小社会において公民館社会教育があ今注目されているという理由の大きなあ一つだというふうに言えると思うわけです。さあ現代において <laughs> このように注目されている公民館朝見堂では70周年 ということですが、一体公民館って何だろうかというのがあ2つ目のお話になります。公民館っていうのはなんか古いものに思うかもしれませんがあ、戦後、まだ70数年の歴史しかないわけですね。最初にできたのは1946年ですので、今年で75年でしょうかね、えー。日本中で公民館の歴史は75年なわけです。まああー 敗戦後のです、ね、荒廃したこの郷土をです、ねまあ、復活する、そういう郷土に、えー、産業を起こして、えー、民主主義や政治を立ち直し、えー、教養や文化の香り高い人格を養成する、そういうために公民館を作るんだということが言われたのがあ、1946年だったわけです。 えー、その時の社会教育文部省、当時の文部省の社会教育課長だった、この構想を主導的に発した寺中作夫という人の名前を取って、寺中構想というふうに、えー、呼ばれていて、まあ、初期公民館とも言われていますが、その時は公民館というのは公民の家だとで、公民というのは何か、公共社会の完成のために尽くすような人格を持った人。 またはそのような人格足らんことを求めて努力する人なんだ、まあ、そういう地域の人たちが、えー、自分たちのために自分たちの力で文化施設、えー、社会教育機関であり、社交の場であり、えー、町村の自治振興の機関であり、産業振興の機関であり、青年の養成をする機関だ、そういう場所として公民館を、まあ、作ろうというふうに、えー、考えたということなんですね。 で実はあ相模原でも、もうこれはもう相模原の公民館関係者には、ね、館長なんかはもちろんよく知ってる話ですけれども、相模原でもこの寺中構想にこうして、えー、公民館が作られていきます <laughs>、えー。一番最初は大沢公民館ですかね。当時、えー、私が相模原市役所に勤めていた時の市長だった立森さんが当時青年団の団長で、 え大沢地区でこの公民館を作るという決議を挙げた、そういう集会を開いたのは昭和22年だったというふうに思いますが、その時にですね、青年団を引き連れて、それをやったのが立物さんだったというふうに聞いています。え上溝や橋本、まあ、この場合は相原ということになりますかね、でも同じように青年たちが青年団を中心に、えー、昭和22年の段階から、 公民館をを作ろううといい声を上げていきますで、えー、ちょうどその声に対してこうしたのが当時町長だった、えー、小林義江万さんという,う町長ですがこの方は教育町長というふうにも呼ばれていて、えー、まだ社会教育法ができる前のこのお寺中構想にこうして相模原でも公民館の構想を作り、えー、当時は あ旧村ごとに置かれていたあ司書ですね、えー、役場の司書、司書単位に公民館を設置するんだということを昭和24年の段階で、えー、それを、まあ、政策として打ち上げてで、それに従って社会教育法ができて、えー、それがあ公民館条例になって、でえー、上水と大沢、あ橋本、 そして朝、えー、溝も昭和25年ですかね、に、えー、公民館が設置されていくという、そういう流れがあるわけです。まあ、あのですから、全国的な流れとほぼ相模原の公民館設置の流れは同じだというふうに、えー、思っていて、この寺中構想で語られた公民館構想が、まあ、一番反映されて、そのことを学んで公民館を作ったのが、 全国的にも相模原市の公民館だったというふうに思います。さらにその中で公民館はどのように運営するかということが、えー、書かれていますがあ公民館の何をするかという中にですね専門部を置いて教養部では学級講座、一般教養図書部ではあ本を揃える産業部ではあ産業や生活に関わること。 集会部では集会の計画など、まあ、こういった専門部を置いて公民館活動を住民主体で行う、この考え方がそのまま現在も相模原では専門部会というのが続いていますので、えー、まさにこの初期公民館の考え方をしっかりと継承していったのだというふうに思っています。さらに公民民館は誰がが運営するのか自自身が自分たちでお金を払って まあそういうこともです、ねえー、ここ経費面では公民館維持費なんていう言葉がありますが、地域からお金を集めて、えー、もちろん、えー、町のお金も一般財政からも持ってきますが、すべてではなくて地域の人たちのお金も公民館活動で扱っていく。運営は公民館あの、まあ、ここに書かれているのは公民館委員会というふうになっていますが。 サミハではあの社会教育法ができてから公民館を正式に設置していますので、えー、公民館運営審議会ということになります。それから、まあ、管理者は町村長と書いてますが最初の公民館長は各市書の市所長があなっていますよね。朝、えー、溝では立石さんがあ当時朝溝秘所長として、えー、館長になったというふうに聞いています。まあ、そういうい形で えー、それからあ地域の中からあ職員、まあ、この場合、サメアではあ当時、学校が、小学校が近くにあったり、小学校の中に設置されたものもありますので、えー、学校の教頭先生などが主人になったりということもありましたが、いずれにしろ、初期公民館は、まあ、万能主義、住民主義、青空公民館というふうに言われていて、施設よりも活動だということで、運動会。えー 農産物品評会とかですね、まあ、そんなものが、うん、行われていたんだというふうに思います。えー、運動会や文化祭や、えー、あと何ですかね、あ盆踊り大会。私が職員のときには、さみぞ盆踊り大会っていうのをあの8月15日でしたかね、毎年やってましたね。あれはたのすごい楽しかった思い出をがあります。で、えー、それが、あ 昭和24年、えー、1949年6月に社会教育法ができます。先ほど相模原ではですね、その49年の2月とか3月とか、そのまだ社会教育法ができる前にさあの公民館条例を作っていますが、まあ、新たに社会教育法が施行された後にもう一度作り直して現在の体制になっていっているというふうに思います。いずれにしろ法律ができたことによって、 えー、若干、初期公民館とは異なる変化がありましたが、まあ、教育委員会のお管理下に置かれる教育機関にあるとかですね、専任職員を置くんだということとかですね、それから住民参加の運営の仕組みも、まあ、公民館委員会というものがあの初期公民館では言われてたんですが、まあ、公民館運営委員会というのに変わっていくというのはあって、ですね、まあ、制度的には若干後退したという評価もありますし、まあ より社会教育としての教育機関として整備されたっていう捉え方もあって、それはあのその地区によってですね評価の仕方が違ってくるかもしれません。しかしその後の世の中の変化とともにですね、下の方にですねこう時代が進むと公民館の目的や考え方が少しずつ変わっていくっていうのはありますが、ここではそれについてはえ詳しくは述べませんけれども。 まあ、あー相模原の公民館が、朝日と公民館が50年間あーやっていく中では、ですね、まあえー、職員が、正職員が、私たちのような正職員が配置された時代から、まあ、現在は、官庁、えー、代理の方だけがあの市の職員で、えー、それ以外の職員の方はちょっと違う採用の仕方だとかですね、まあ、いろいろこう、えー、と変化はしてる、公民館運営審議会も運営委員会に変わったとかですね。 変化はしていると思いますが、この住民が主人公で、えー、やってるんだということはあの、変わらないのではないかなというふうに思います。で、えー、今年、まあ、本当はこれ2020年って書いてたのを、慌てて書い,書いたんですが、<laughs> レジュメの方には書いてなかったってことに今、気づきました。2021年、えー、令和3年の現在。 さあ公民館が生まれてきた戦後直後の社会と今の社会っていうのはなんか似てますよねっていう話をそこに書いたんですが、まあ、先ほど来公民館が注目されている理由は震災や災害が多発しているそういう中で避難所としても地域の絆としても公民館があ注目されているそれから少子高齢化によって人口減少縮小社会そういう中でもお 地域で公民館の重要性が指摘されている。そして去年からのコロナ禍。まあなかなか公民館集まるってことはできないけれども、実は私も大学でこの今使っている Zoom というこういう形での学生とのやり取りをあの今年初めてしてみてですね、まあなかなかこの何、うん、て言うんだろう。 相手のこう温度といいますかねあのこう密接な関係は持ちにくいんだけど逆にあの今あの館長とかはあのマスクしてますけど一人相手が一人だとマスクしないでいいわけですよね。Zoom で一人一人が家から参加するとですね顔がはっきり見えるんですね。えー、そうすると少人数で、まあの時にこの Zoom でやるとですね結構この 直接は言えなかったりやれなかったりしたことが、あの即その場で、あこういう資料があるよとか、こういうのがあるよとかっていう話がこうすぐできてですね、ひょっとしたらこの Zoom であのや,やり取りすることで、新しい学びができるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりしています。実は今学学生生たたちち社会教育主事課程の学生たちに いろんんな実習をさせてるんですがあの直接例えば青年の家というところに泊まってやる宿泊の実習はできないけれどもじゃあ z o o m ズームじゃありませんえっ、ー、と YouTube ですねビデオを撮って YouTube を作ってそれで配信するという形の講座作りっていうのを実は今学生たちが実習の一環で取り組んでいて例えばあの料理をみんなでこう家で家庭で できる簡単料理みたいな教室を考えたんです、ね、失礼。学生が。えっ、ー、と、その時にですね、その時に、<coughs> あ今、画面は大丈夫でしょうかちょっと今、私の方で手,手違いをしてしまったので、大丈夫ですね。はい。えっ、ー、と、で、えー、その、ズームを使って、ズームじゃない、えっ、ー、と、YouTube を使っての授業を、自分の家で、 簡単にできる料理みたたいいなのを一人がこの料理を作るわけですね。でそれをまあ,あの自分で取ってでその取ったものを仲間と共有してあここにこういうのを入れ込んだらいいとかっていう会議も全部そのスマホかなパソコンかなでやり取りするんですね。それで最終的に作って一つの料理教室っていうものにして。 実はこれ札幌市の,そあの障害学習センターのー学生参画事業ということで毎年実習をしていたんですがそれをその、えー、YouTube にしたものを2月1日から実は配信するんですけどなかなか面白いものができていつそれあの話し合ったのって要は全部 LINE でやり取りして話し合って考えましたってですねだからまあコロナ禍で新しい形の あの社会教育のあり方っていうのも生まれてきてるのかなというふうに思っています。でいずれにしろ地域の中で、えー、地域社会を支え合うそういう地域コミュニティの中でもう役所だけに頼っていられない中で、えーまあ、相互扶助といいますか共助共助によるまちづくりその中心はまさに公民館じゃないかっていうことが今だから言える今だからこそ言え。 いやなきゃいけないんじゃないかなっていうのが一つ目の話になります。二つ目はですねあの、なんか公民館って、えー、別に自分そこ行ってあの学ぶことないもんっていう人結構いるんですね。だけど、知ってるだけではダメで、分かっている、分かっているっていうのはできるう、自分でできる行動できるという分かってるでないとダメだっていうことが世の中にいっぱい溢れてきた。例えばコロナに コロナ感染に対しての知識なんていうのは、なんかもうあのいろんな分からないというかあ、間違った情報もいっぱい飛び交っている中で、知ってるだけではだめで、やっぱり自分の身を守る、健康を守るためには、分かってできて行動できなきゃいけない。そういう学びがあの今、必要なんじゃないかなというふうに、えー、思っています。それはあ学びたいことだけではなくて、学ばなければならないことがある。その学びをしっかりと 公民館社会局で保障していかなきゃならないというふうに思うわけです。ここに写真が出てるのは何かと言いますと「<laughs> 走る公民館」って書いていて実は北海道のこれ幡戸、えー、町っていうところで昭和20年代30年代に、えー、公民館活動として建物ではなくてこのライトンに乗って映写、えー、機を持って地域に出ていくっていう活動が行われていて。 それを走る公民館って言ったんですね。このライト版自身にも走る公民館って書いてあるんですね。まあ、こんなあの歴史も実は公民館の中にはあるんだというそういうことです。そういった意味で今こそ公民館を再評価し見直す時ではないかというふうに思っています。えー、とこの先の話はさっと進めていきます。公民館の原理原理則 何かこれは参加にによる自治と創造だとだいいう,ふうに思っていますこの写真はですね実はあ今から1 5 6年前もっと前かに前の大学北海道教育大学にいた時に学生たちと相模原の公民館に行こうと言って、えー、これはですね大野南あ違うなえー、っとその先ですねあの ちょっと名前忘れました大沼公民館に、えー、実はお邪魔したんです。で、上からこうあの若い学生っぽいのがいるのは学生ですが、右側にです、ね、白髪の方、女性が2人並んでいて、この方たちは地域の体育部長さんとか青少年部長さんとかあ文化部長さん。で、この専門部会があって、 地域の人たちが中心になっている活動っていうのを学生に知ってもらおうと思って、えー、ここで話を聞いたときの写真、それから、えー、こ,のここに書いてあるこの写真ですね、一番公民館らしいだろうって学生によ,よく見せるんですが、帰るとき、来たときよりもきれいにね公民あ、利用団体懇談会、大沼公民館ではですね、この,教室あの部屋ごとに。 こういう掲示がされていてですね、帰るとき、来たときよりもきれいにね。今、あの、学生たちのイメージでは公民館は役所のものだ。北海道ではほとんど役所のものなんですね。市役所とか役場のものだ。そうすると、きれいに使用すること、公民館長みたいなね、こう上から見せる命令区長のあ禁止事項が書いてあるっていうのが一般的なのに、この三宮の大沼公民館は、 そうじゃなくて、利用団体、利用者同士で帰るとき、来たときよりも綺麗にねと、これが公民館でしょうっていう、まあ、そういう意味として、この写真を使っています。利用団体っていうのは公民館を利用しているいろんなサークルのことを言いますよということで、そこに利用団体の掲示板をつけたわけですが、これがまあ私のイメージする公民館の一番分かりやすいまあ写真かなというふうに思います。あとは簡単に、ああ 懐かししい写真ここにありました公民館の参加による自治と創造の原則の一つ目は参加と自治の原則で公民館の活動の主人公はあ地域住民であり学習者だ。でこの写真はですねこれも、えー、15年ぐらい前ですかねえー、と写ってる学生女の子4人が上の方に写ってますが。 この子たちは教育大のときの最後の学生ですから2006年ごろの写真だと思います。15年ぐらい前の写真ですね。前の浅溝公民館の講習室にもいますし、前の館長とかもいらっしゃいますね。まあ、ここであの学生が来たんで、ちょっと、えー、昼飯食わしてよって言って、酒まんじゅうやあ料理を出してもらって。 で館長さんたちも来てもらって、えー、学生にいろいろ話をしてもらった。その時の写真ですが、まさに、えー、この中には1人も市の職員がいないわけですよね。地域の人たちが、あ学習者自身が公民館の出身校だということが、この写真からのよく分かっただろうと思います。2つ目は職員による学習支援の原則です。えー、公民館には職員がいます。この職員は ああ共に育つ学習支援学習者支援をするということです、えー、この写真はですね、えー、この手前にいる男の子ちょっと太っている男の子が私のその北海道教育大学の時の社会教育主事の、えー、ゼミの規制ですが現在、えー、北海道美宝町で社会教育主事をしていますもう17年ぐらいになりますから社会教育主事として もうベテランですね。彼が1年目の時に、えー、地域の人たちと一緒に、えー、地元枠ということで地域の課題を発見するそういうワークショップをやりたいからあ先生来てくれって言って、えー、学生4人ぐらいと一緒に手伝いに行った時の写真ですがこうやって地域の人たちにこうから学び、えー、自分の力量を高めていく、まあ、そういう存在が公民館の職員だというふうに思います。 3つ目は共同による地域創造の原則。まあ、地域に根ざし、地域を作る公民館。地域を作るということに公民館のミッションがあるという意味です。この写真はですね、これはあの岡山県岡山市のお岡山市民の集いというものに、もう20年ぐらい前に参加させていただいたときに、えー、ここに写っている人たちの前の方に座っていたり、横に誰が誰かわからないと思いますが、えー、市役所の 公民館の市の公民館の職員や、えー、保健師や保健婦や、えーまあ、市の職員とそれから一般住民が一緒に市の課題について議論している一人だけ男性があ右の方にいますがこの方だけが助言者の研究者であとは全部市の職員と、えー、住民という形で えー、町全体の課題を議論し合う場というので、えー、岡山市では、えー、63万人市民の集いというのを当時やっていました。まあ、こういうふうに公民館の、まあ、ミッション存在があるのではという話です。まあ、ここはこういうぐらいの話をしてこの3つが公民館の原理原則です。 これまでに確認されてきた公民館の原理原則はこの7つです。自由と均等の原則、無料の原則、学習文化機関としての独自の原則、職員必知の原則、地域配置の原則、豊かな施設整備の原則、住民参加の原則、この7つの原則が全国の公民館で、えー、確認されてきたものです。あとは、 相模原のお私がいた頃にやっていた公民館の仕組みとして、えー、公民館活動の手引きというのは91年出されますが、その時に書かれている資料、それからあ事業企画実施の体系ということで書かれている資料、それから、えーっとあはいで、ここから、ちょっとここだけは少し話をしますね。えー、っとこれは私が あ学生に授業の中で話をするときに、公民館の授業、もしくは社会教育の授業というのは、実は、えー、形態が学習形態が違って、それをどう構造化して、えー、行っていくのが重要かということをあの話するために作っている資料です。まあ、大きく分けて、公民館の授業にはあ学習形態別に集い、教室、学級、講座、公民館祭り、 研究集会、そして作風活動というのがあ,、まあそれぞれの学習方法や学習組織、えー、その他のところには単発なのか、継続的なのか、系統的なのかっていう違いが書かれていて、これらの違いを、事業形態別違いを理解した上で、事業を企画して、学習を構造化しなければいけない、まあ、ここにコーディネーターとしての職員の役割があるんだという話を。 していますでそれをこう図形化するとですねあの、まあ、こんなふうに図形化する,するわけですが、まあ、地域の人たちにはまあ学習要求顕在化された潜在化された学習要求をつかまえて、まあ、それがあ公民館以外のところの左側のですね地域におけるさまざまな学習活動として行われる場合もあれば、えー、それが公民館に寄せられる場合もあると。しかし 今まで一度も公民館に参加したことのない人が公民館に参加するためには、まずは都度や教室など、単、ま、発、あ、的で、えー、系統性や継続性がなくて、まあ、ちょっと参加できる、そういったものから参加するというのが、まあ、一般的だとで。こういう、そこに参加したときに、えー、公民館の職員やあ、他の学習者と知り合いになることで、サークル活動に参加するようになったりして、そこでサークル活動が、まああ 公民館の、よく可視観と言われてますが、実は公民館活動で一番重要なのはこのサークル活動だと。で、このサークル活動は毎日というか毎週、えー、日常的に行われているわけですが、公民館の事業は非日常的なわけですね。ですから、サークル活動を支援しながら、どうこの学級とか講座とか、そういった日常あの非日常的な事業につな、ね、げていけるかということが、まあ、職員が、農理企業がまあ問われている。 まあ、そこなんだというふうに、まあ、学生たちに話すときにこの2枚はですね、この2枚はいつも使っているというのであります。それから今、あ可視観の話がありますが、可視観って言ってですね、えー、なんか別物のように捉えることなく、えー、公民館のお施設を使うことはですね、社会給付法22条に、えー、その他の施設を あそ,のその施設を住民の集会、その他公共の利用に給付することが、これは公民館事業として22条に書かれていますので、えー、公民館における貸し化業務というのは、一般的な施設の貸し化業務ではなくて、まさに公民館事業の一環ですので、こういった視点からあの事業の構造化、先ほどの策という捉え方が、まあ、必要だということを、まあ、説明をしているわけです。 さあ、時間があと15分ぐらいでしょうか。<laughs> 3番目の話に移りたいと思います。さあ、3番目はあの話はですね、少し思い出話も含めて、あの私が相模原市の公民館で8年間やってきた中で学んだことといいますが、実はここに今、今回整理させていただいてですね、あさすがやっぱり相模原の公民館ってすごいよなっていうのを。 もう一度あの考えさせられたというかあ、もう一度確認させていただけたというふうに思っています。あこの写真の公民館は前の公民館ですね、えーと。新しい公民館を最初にお見せしたやつですね。で、えーまあ、私は1983年から86年の3月まではあ、橋本公民館にいました。で、まあ、今もそうでしょうけど、橋本っていうのはまあ市街地。 ですよねまあ見ゾーンも,も市街地なのかなという気がしますが、まあ、橋本は当時も市街地でまだ京王線は入ってきていませんでしたがちょうど工事が始まったぐらいの頃ですかね、えー、そんな時期に、えー、公議館にいましたでそこで取り組んだのは1つは地域の学校小学校中学校と連携して子ども祭りっていうのに取り組みました。それから えー、当時、母親のだけの子育ては問題ではないかということもあって、父親がどう子育てに参加するかという視点から、父親の集いっていうのを、まあ、先駆的に多分取り組んだんじゃないかなというふうに思いますし、えー、読み聞かせのサークルお話屋さんっていうのは、現在でも橋本公民館で活躍しているかな、<laughs> あの数年前までは活躍していたようです。 それを一緒に立ち上げたというそういう記憶があります。それから、朝溝公民館では86年の4月から91年の3月まで、当時は朝溝地区はあ市内でも一番の農村地域でした。私が行った頃の人口は7,800人とか900人ぐらいだったというふうに思います。そういう中でですね、まあ、橋本から行ったものですから、 あ例えば公民館を利用する人が非常に少なくて、えー、当時私が浅水公民館に行った1年目の浅水公民館を利用するサークルの数は確か17しかなかったと思います。ですので、えー、夜はほとんど使う人がいなくてですね週に3日ぐらいは夜利用がなくて閉めていたっていうことが今では多分考えられないことだというふうに思うんですがそんなこと ともありましたしたがって最初はですねどうしたら地域の人が公民館に来てくれるだろうかということを一生懸命考えましたので出前公民館といって来てくれないなら出ていこうと思ってですね地域の集会場を回って公民館事業をやったそれから地域住民の意識調査っていうことで1000人1000世帯かな違うな1000人ですね7000から9000ぐらいの人口の時に1000、えー、人の人に、えー 住民意識調査ということでやってですね、公民館や学習についての考え方を住民の意向を知ろうと、つまり来ないので出ていくっていうことを一生懸命やったっていう印象があります。まあそんな中から地域の人たちがあ中心になって取り組むさまざまな活動が生まれ、その中の一つが朝みぞ100年の取り組みであり、えー、川と暮らしへの取り組みであり、そして現在30 31回ですかを迎えた公民館祭り。最初は公民館利用者祭りという名前で開始した。これがまあ私が取り組んできたものです。えー、と重要な事業について少し細かく説明したいと思います。一つは、これは橋本公民館。私が一番最初、2三歳、十二歳か、十2歳で大学を卒業して、えー 社会人1年目、橋本公民館に勤務したときに最初に取り組んだのが、このお話屋さんという事業です。えーまあ、少し簡単に話をしますと、4月に就職してですね、私は一応社会教育主事の勉強を大学でしてきたということもあって、えー、最初から社会教育主事として事業を担当指導ということで、4月の職員の打ち合わせで、えー すでに前年度に決まっていた読み聞かせができるサークルを作るために読み聞かせのことを学ぶ子どもたちの本とか、えー、絵本とかについて学んでその結果読み聞かせのサークルを作るんだということを目的にしたあ授業を担当するっていうのが決まっていました、まあ、いくそ,それ以外にもいくつかありましたがこの授業をお前がやるんだと4月の2日に言われましたそこからあいろいろ勉強してですね えー、自分なりの教室のイメージを作って6月に教室を開こうと思って、まあ、地域の方に相談するということも含めて、えー、公民館の図書室にいつも来ている中で、まあ、読み聞かせしたいわって図書室の職員の人に声かけてくれた人が4人いたというのを聞いたのでその人にちょっと声かけて来てもらって今度公民館でこんな教室やるんだけど参加してくれませんかどうですか っていうことをやったんですねこれはあの実は、えー、連休明けのすぐでしたので5月の7日とかぐらいですね。そしたらですねその人たちがですねあの教室やったって人教室やったからといってあのサークルなんかできないわよっていうんですね。で、えー、その4人実はそこで初めて会ったんですね。であらやりたいってい人4人いるじゃない。 だから最初にもうお話し会しちゃいましょう、始めちゃいましょうっていう風に言われたんです。でも教室開こうと思って、6月から用意してたので、もう目の前が真っ暗になりましたが、あ、分かりました。皆さんの言うとりしましょうと言って、えー、翌々週からかな、お話し会を始めることにして、えー、毎週水曜日の、ここに書いてあるとですね、お話屋さんという名前をつけて、お話し会をして、 毎回3人のお母さんが絵本や紙芝居やあ指人形や素晴らしなどしますよって、まさにここ,こに書いてあるこの、これはもう始まって夏休み前にもう一回呼びかけの記事ですが、それをもう5月の下旬に始めたんですね。で、教室はもう秋になってからしましょうで、読み手ももう一回漢方で、実はもう明日出るってやつの一枠だけ。あの 印刷屋さんちょっと開けてくれるって頼んでお話し屋さんをお話し会するので読み手になる人集まってくださいっていう募集記事も実は5月のそのすぐ5月20日付の漢方にもうすぐ載せたんですそしたらまた3人増えたんですで結局7人の人が読み聞かせしたいって集まってくれてこのお話し屋さんっていう授業が始まったんですねでそっから毎回私も参加して 一緒に読み聞かせをやってみて終わった後に反省会をしてっていう中でじゃあ10月に教室を開きましょうと言ってなんとこの教室40人集まりましたでも40人の中でそのお話屋さんの読み手になってほしいって言って入りませんかって言ったら2人しか入ってくれませんでしたやはり教室を開いたからといって、えー、読み聞かせをする側になって くれることはないいっっていうことが明らかになったんですねでまさにこの社会教育の本質っていうのは既存の学びを実践に移すっていうのは難しいまずやりたい人がやってみてそれを見せることで、えー、それ以外の人の要求を汲み取ってそして継続させていくことで、えー、やっていくそして職員も一緒に参加するまあ、そのことの経験が今あ 大学の教員として学生に社会教習人になる学生に教えるあの話をするときに自ら優れた学習者でなければ優れた学習支援者にはなれないだからまずは学習者になる自分自身が優れた学習者になれっていうことを学生にまあ伝えているんですが、まあ、そのことのきっかけを私自身に教えてくれたのがこの時のワのナ話屋さんのメンバーたちだったんですね。で その後のオチが落ちっていうか、えー、その時にあの教室にあ集まった人は実は1人目の子供を抱えて保育もしながら教室に参加したんですね。でその人たちが2人目の子供ができてさらに、えー、その子がある程度大きくなってきたそれから3年から5年した後に橋本公民館のお話屋さんにはメンバーが増えていったっていうのがあるので結局、えー 読み手になろうという人と、その子どもと一緒に参加したいという人たちの層が違うんですよね。まあ、そんなことが今だと当たり前かもしれませんが、わからないまま教室を開こうとしていた、まあ、職員、新米職員にですね、こう冷や水を浴びせてくれて、教えてくれたのはこのメンバーの人たちだったというふうに思っています。 えー、次は出前公民館ですこれが朝溝公民館でやったことです懐かしいですね、えー、まあ、もうこれ何回目かの時だったと思います1986 6年に公民館に行ってさっぱり人が集まらないじゃあどうしようということで、えー、専門部会のと当時文化部ですね文化部の人たちに相談して公民館にはなかなか来れないけど 地域の公会堂にはみんな結構集まるんだよっていう話を聞いたので、じゃあこっちから行きましょうということで、えー、写真は3支部の小山公会堂での準備会の写真ですが、3回ぐらい準備会をして、えー、地域の人たちのニーズに合ったテーマで、えー、教室を3回ぐらいやって、でそこからいくつかのまた活動が生まれていってというような。でまあ、公民館でも あいろんなことをやる中で少しずつそういう人たちが公民館の方に来てくれるっていう風になりましたがでも実は学びっていうのは、まあえー、と大きな地域が広ければですねなかなかこう歩いて車やそういう交通機関がなかったりですね、えー、体が不自由になるとですね特に高齢になってくると歩いて公民館までには行けないよとだけど自分は学びたいそういう人たちがいっぱいいてですねそうすれば まあ自分の近所の施設を使って、えー、いろんな学習をしたいというそういうことにもやっぱり、えー、社会教育公民館は応えていかなきゃいけないんじゃないかなというのをこの時痛感しました小山公会堂で参加していた当時80歳のおばあちゃんがですね本当にあのいつも最初に準備してる時に1人先にやってきて一番前に座って一生懸命メモを取って話を聞いてくれたのをあの思い出しますが本当にそういうあの 公民館のある場所には来れなくても学びたいというそういう意欲を持った住民がいっぱいいるということを、まあ、教えてくれたというふうに思います。えー、2つ目、浅溝公民館での2つ目はですね、浅溝100年に取り組んだということです。えー、189 18年に大、えー、間村と下溝村があ合併して浅溝村になったと。まああの 国はです、ねまあ市政・町村制定いうのを施行したことで、それまでの自然村だった大麻村と下溝村が、まあ、浅溝村になったと、これで行政村としての浅溝村ができたという、まあ、そういうことなんですが、そのことはあのほとんどの人が知らなかったので、まあ、私がそれを引っ張り出して、実は麻溝ていう地名は100年なんだということで、地域の人たちから昔の写真やさまざまな話を集めたと。 そしてそれをテーマにして年間この1年間は朝溝100年で学習していこういろんな学習を全部そこにつなげようっていうふうにやってみたんですねこれもなかなか社会教育ってこういうもんかなっていうのをあの感じましたえっ、ー、と多くの人がそこに参加してくれるわけですねいろんな人たちがいろんな場で100年といえばそうか朝溝昔どうだったんだってこう考えてくれるわけですよねそのことを 公民館法でも,も呼びかけましたしその写真を文化祭公民館祭りの時に展示して見てもらって、まあ、その先人たちの生き方をもう一度振り返ろうということをやったあとで聞くとこの時に集めた写真や資料があったことで朝溝小学校の100年史を作る時に非常に役に立ったっていうふうに聞きましたのでこう地域の中でこの取り組みがつながっていったっていうふうに思っている。 います、えー、もう一つ「浅水みと公民館」じゃあせっかくテーマつけたんだからあ次もテーマなんかつけようと言うんで「川と暮らし」っていうテーマでこの年は1年間やりました何かというとですねたまたま婦人学級をやろうって準備を進めていて地域の課題をこう発見しようなんて、えー カメラを持ってですね当時ビデオカメラを持たかったんですけど担いで、えー、地域の,あの女性数人とですね歩いていたら、まあ、川が浅水には5つ流れてるんですねあの相模原に流れてる川のうち5つが浅水地区に流れていてこの川の上流って一体どうなってんだろうねなんてその時に皆さんと話をしていてじゃ行ってみましょうって言って、えー、何川だったかなちょっと今川の名前をど忘れしていますが 浅溝の中を普通に川として流れていた川の上流に行ったらですねなんとあのえっ、ー、とあそこの団地えっ、ー、と横山の <laughs> 横山丘陵にある団地のところに行き着いたんですねでその中入っていったらですね団地のところに下水管がゴーッとあってですね実はそこが上流だったとでまあご存知館長もご存知かもしれませんけどあの あの辺りに昔、大沼、小沼っていうんですかね、ちょっと名前知らないですけど、沼がいくつかあったんですね。で、その沼を埋め立てて、団地が作られたんですね。で、その沼が、その浅水のところの道方アでしたっけ、ちょっと名前忘れた。何川だったか忘れたけどの、一番上流で。で、えー、もう沼なくなっちゃったから、川はないんだけど、実は団地から出る汚水をですね、少し上流して、川として流す。という形で、 あら川じゃなくてこれ下水路だった。実は朝水を流れてる川の多くは下水路なんですね。都市において川は下水路だ。なんかそんなこともその時に、えー、知りましたが、まあ、そんなことを知りながらこれ,これ川と地域の暮らしって結びついてるよね。確かあの宿の方に行くとあの当時はその川で洗濯をしたこともあったよなんて話が出てきたり。 あの100年の時そんな話が出ていたのでやっぱり朝水の人たちの生活と変わっていうのはこう非常に密接だった、まあ、そのことを1年間テーマとしてやってみようなんていうのをこの年に取り組んだ、まあ、こんなふうに公民館の事業ってなんかあのテーマを決めると面白いなっていうのを <laughs> あの感じたこの2年間だったというふうに思っていますね。 で最後に、浅水公民館、さっき、公民館祭り31回でしょうか、今年、去年、32回 ?32 回、ね。今年は32回。去年が31回。で、1回目っていうのは、実は、第1回、浅水公民館利用者祭りって、利用者祭りってつけたんです。橋本公民館に行った時には、公民館祭りがあったんですが、浅水に来たときに、公民館祭りをしたいと思いましたが、なかなか地域の人たちが、 自分たちが主人公だという意識を持ちにくいということがあって、公民館祭りってつけたら、公民館って役所でしょっていう意識がやっぱりまだあったっていう気がしたんですね、僕の中で。それで、容赦の祭りだっていうふうにしようってことで、ミサさんが実行委員長になってくれて、利用サークル、その公民館。 利用者祭りの実行委員会に参加したサークルの全員の名前192名の名前をミサさんに全部書いてもらってそれをあの施設の中に貼りました皆さん一人一人192人が実行委員会ですよこの祭りはみんなでやるんですよっていうそういうまあ意識を高めようとしたわけですがその1回目の最初のオープニングセレモニーっていうのをこの玄関でやった時の 写真や何やらが、まあ、ここになっているものですがまさに、えー、公民館を利用している一人一人が公民館祭りの主人公なんだっていうそういうお祭りにしていこうということでやったことですいろんな団体の人が本当にあの、えー、3月の最初の土日でしたかね、えー、雨の中でしたが、まあ、こんな取り組みが最初から 最初にあったということで、今32回を迎えるということですので、えー、ぜひ一度あの参加させていただきたいなというふうに思っています。あもう時間がもうほとんどなくなってきましたが、最後の4番目のこれからの公民館への期待を、少し時間を延ばしていただければありがたいと思います。えー、これからの公民館への期待です。まあ、皆さんは現代を生きてますので、現代の公民館、 どうしたいって考えた時に実は今私の大学院で、えー、社会人の方が2人学んでいてちょうどここで修士論文を2人書いたんですがそのうちの1人の方が他世代の居場所っていうのを地域に必要だそのことを研究したいというふうにして、えーまあ、社会人の方で3年理習ってことで入ってこられて3年間指導してきたんですがその議論の中で この多世代型の地域の居場所って何だっていう議論したら、まあえー、ご存知かもしれませんが、第三の居場所っていう考え方があってですね、あのこの表はですね、これ、えー、いわゆる企業人っていうか、働いている、男性を中心に働いている企業人にとっては、えー、第三の、第一の居場所である家庭と、それから第二の居場所である、まあ、学校やあ職場、それがまあ、あ 大きく職場である第2の居場所が大きくなっていくわけで、第3の居場所ってのは本当にちょっとしかない。だけど、高齢者になると第2の居場所がなくなって、さらに第1の居場所も家庭が1人暮らしになったりですね、そうするとどんどん小さくなっていくわけですが、高齢者にとって第3の居場所ってのは必要だよねっていう、そういう図です。これはだから働いてる人のイメージ。それからもう1枚目はですね、あの主婦。 専業主婦のイメージです。専業主婦の場合は、まああ、就職しているうちは第二の居場所があるんですが、まあ、あの子育てで、えー、仕事を辞めると第二の居場所がなくなって、そのことで第三の居場所が重要になっていくる。まあ、だけど、年寄りになっていくとまと、あ、第一の居場所も小さくなっていくって、まあ、それは同じですね。で、こういう捉え方をして、つまり、どの世代にも実はこの第三の居場所っていうのは必要で、 その第三の居場所は、居心地が良くて楽しくてやりがいがあるなど、個々の価値観が反映された社会活動や人間活動との交流の場で、えー、場所や時間を表すことわざなんだと。まあ、これは澤野さんという方がそういう理論をまあ書いているんですが、これをもとにして、実はあのこの第三の居場所をすべ、えー、ての人たち、すべての世代が持つべきじゃないか。 そそのたためにはそれはれどういうういいこことかいうこととかを研究したんですねこの太田さんという45歳かな子どもさんが3人いてその子育てママさんから地域の活動を始めてきてそういう中で自分,自分にとっても子どもにとっても地域での第三の居場所がとっても重要だったとこの,この方が住んでるところには公民館っていうのがないので頭の中には公民館っていう発想がなかったんです。 でそこで考えて、今、収支論文に書いて、今、整理したイメージがこのイメージです。筆者が考える多世,代型交流多世代交流型地域の居場所のイメージ、この真ん中に多世代型地域の居場所っていうのがあって、これは第三の居場所なんだ。第三の居場所には、物理的居場所、場所としての居場所、心理的居場所、心の居場所、そして社会的居場所、人との関係の場所という3つの,あの意味がある。 でそれぞれ入院時期にはこの3つとも必要だとかね、子供時期には2つだとか、で、あの、青年期には学校があるよとかね、成人期には職場があるけど、だけど、やっぱり、えー、青年期にも成人期にも第三の居場所を求めてるんじゃないか。さらに高齢者は特に第三の居場所。で、この居場所はどういう場所なんだっていう、まあ、研究をされていて、今度あの、今、終始終わろうとしていて、今度、博士課程に行くので、今、博士論文は、 公民館をテーマにしましままょうって言ってて言いますこれは公民館だよっていうのを僕の方から言って彼女も「あこれ公民館ですね」ってそんな公民館あの自分の町にも欲しいっていう話をしながら今終始の棒を割ったところです。小学校区ぐらいの中にそういう全ての世代の第三の居場所になれる場所まさにこれが公民館じゃないかというふうに、えー、思うわけで。 朝みそ公民館もぜひそんな公民館になってほしいなというふうに思っています。最後にですね、えー、まああの時々このカッコつけてニーチェなんて書いてますが <laughs> あの足元でほれそこに泉ありっていう言葉とっても好きな言葉なんですが、えー、どうもないものねだりで予想はいいよねっていうふうに思うんだけど実は僕からすると相模原公民館 浅公民館は日本で一番素晴らしい公民館じゃないのっていうふうにあの思っているわけです。えー、これまで70年間相模原の朝溝公民館が積み上がってきたことっていうのは全国的にも優れた公民館実践だと思うわけです。で、公民館であればまさに先ほどの他世代の人たちが地域で、えー、そこを第三の居場所として どの世代にも実は、さっきも言いましたが、第三の居場所、いろんな意味、意味合いは違うけども、必要なんですね。だから全ての世代が自由に来れる場所っていうのは、どこにあるんだったら、今やっぱり公民館しかないじゃないですか。っていうことなんです。そんな場所に公民館がなって、そこで出会った人たちが、まさに学習を進めていく。そんな場になってほしいな、というふうに思います。公民館だから何でもできるはずです。そのためにも、 職員の皆さんぜひ頑張ってくださいそれからあ地域の公民館の専門部や様々なスタッフとして関わっている人たちぜひ、えー、頑張ってほしいと思います皆さんが公民館ってなんだってことを問い続けることが実はあ公民館が公民館であり地域の人たちの居場所になるそういう実践がを続けられる原動力だという,ふうに思っています